こんにちは。今日はですね、漱石の露秋という小説を、青空文庫で読んだので、その感想ですね。これはちょっと短編小説みたいな感じで、あんまり物語があるわけではないですけど、これ大体第3人の男の人たちの、生活ですね。でその3人みんな要するに文学を目指している人です。でその頃この本は野脇というのは、1907年に、これ明治40年ですね、ホトトギスという雑誌に書かれた小説でありまして、野脇という名前ですね。野脇というのはなんか強風とかそんな感じです。台風の強風とかそんな感じの名前ですけど、この物語とは全然関係ないです。だから本当漱石の小説というのは名前と物語が全然関係ないですね。例えばその明暗とかですね、荒人とか、彼岸過ぎまでとか全然小説の話の筋とは関係ないですね。ということで、野脇という小説ですが、これはなんか薄い童話という、とってもその文学を目指した崇高な感じの人ですね。お金儲けは絶対そんな堕落をしたような行動はできないとかね、お金はなくても自分は崇高にこの文学の道に進むとか、とってもその自分のその使命みたいなのがあって、それを追求していくような感じの人ですね。でその人は要するにだからどこに自分で生活するためには就職しなきゃいけないんですね。で学校に就職するわけ、地方の学校とかですね。でもその学校に就職して教えてる時に、とってもじゃないけどその仕事の環境とかですね、人々とかそんなのにやっぱりがっかりするわけです。でその教育を受けてる子どもたちもですね、あんまりそれを冷やかすわけですね、そんな先生をね。でそんな感じでもう3つか4つくらい学校を転々としてですね、要するに辞めさせられたり辞めたりしてですね、行った人 で最後にはその人は東京に戻ってくるんですけど、で自分の道はそのやっぱり本を書く道だと言って、それに雑誌を書いたり編集をしたりする仕事を細々ながら続けて、細々ながら生活をしているわけです。でその先生にですね、その子供の時教わった2人の生徒がいるんですけど、中野と高柳という人ですね。その人たちもその要するに文学の道に進もうとしているわけです。中野という人はちょっと金持ちの息子で、要するに何でもできるような感じの人ですね。だからそんなにその気分的にその落ち込んでるわけでもないし、難しい社会とかいう感じで取ってるわけではないです。ところが高柳という人はちょっと違って、やっぱりお金もないし生活にも苦しんでるし、そうでもなおかつなんとなくその文学の道で生きようとしてるわけですね。そんな感じの話で、その高柳という人がね、その先生白井道也という人なんですけど、その先生に会うんですね。で自分がその先生から教わったことは言わないですけど、でも非常にその先生を尊敬してるわけです。でなんか友達みたいなのになってきて、その関係がちょっとあるという感じの小説で、でもその他にはあまりないですね。話の筋としては何にもそんなにあるわけではないです。要するにその
崇高な文学者と人生を選ぼうとしたこの先生ですね。でその生徒だった高柳という人はそれに、まあ、進もうとしてるんだけど、とってもじゃないけどまあ、自分の才能もあんまりないと思うんですけど、そんなところに行けるわけではないですね。で仲間という人はまあ金持ちだからそんな心配もしてなくて、やっぱり裕福に文学の道に行こうというような人ですね。でそんな感じで、読んできて、これはやっぱり漱石の若い時の1907年ですから、ちょうど彼が書き始めた頃ですね、小説を書き始めた頃の最初の頃ですね、その辺の彼の感じというのがよく表れていると思うんです。というのは彼はやっぱり小説を書くということが非常に夢であって、その道に進むということがやっぱり、まあ、自分の使命だと思っていて、どんなことがあってもその道に進もうとした人ですね。でその頃に要するにその、まあ、大学で教えてたんですけど、漱石は、朝日新聞からもしお前がその小説を新聞に載せてくれればもう給料毎月渡すからと言ったら、あそうですか、じゃあそうしますと言って、もうすぐにあのオファーにですね参ってしまって、そんな教授を辞めて、そういうライター文学小説家の生活に入っていくわけです。で漱石という人はその明治のちょうど明治の1年前に生まれて、ずっと明治を生きてきた人ですね。大正ぐらいまで、だから明治45年ですね、で彼は49歳で亡くなりました。大正4年か大正5年ぐらいに彼は亡くなったと思うんですけど、まあ、短いですね、じゃ人生としては。でもその書いた頃はその後の頃の10年間ですね、その感じなんですけど、それまでの生活、彼の生活というのはやっぱり文学に非常に憧れてて、それだけではなくて、やっぱり西洋の美術とか芸術とか音楽とか哲学とか宗教とか、そんなものにバーッとその明治の そんなものが入ってきた段階でですね、それをまともに自分で受けて、それを必死で受けて、その方向に追求していくような感じの人ですね。そんな感じでとっても要するに日本人のインテレクチュアルの頭ですね、そんな感じの典型的な人です。日本人というのはそういうのをバーッと本を読むからでしょうが、だーっと頭に入ってきてそれを追求しようとしますね。で例えばその西洋の音楽、クラシカルミュージックとかですね、ジャズとかですね、外国文学とか、ポピュラーミュージックですね、アメリカのポピュラーミュージックとか、フランス、イタリア、スペイン、ラテン、ジャーマン、そういうところからの文化をですね、やっぱりすごく崇拝してますね。私もその日本で生まれて育ってそういうことはひしひしと感じてましたね。それが自分で努力してそういう方向に行くんじゃなくて、もうそういう環境にあるわけです。日本っていうのはやっぱり私はそこですごいと思いましたね。江戸時代というのはやっぱりそういう崇高な方向に進もうという人はいっぱいだと思うんです。要するに侍がですね、その剣を振り払っていた頃の話でも、要するに自分たちのその精神的に生活を高めていこうという姿勢はすごくあったと思うんですね。でそれでその西洋の文化が入ってきて、
その文化がパッと目外に向いたわけですね。そういう感じの、明治という時代ですね。それが私はとっても好きですね。そういう要するにいいものを必死にそれを吸収しようとする態度ですね。それで、そんな感じでやっぱり日本人というのは育ってきてますね。そんな感じで、今でもで、そうだと思うんですけど、とってもその世界的に見てもですね、彼らのその文化を追求する態度というのは非常に、尊敬されてますね。それとっても私も好きです。でそれでそんな感じのその漱石の若いといってもだから彼はもう30代の終わりからその辺の頃ですね、もうとってもその目がとか西洋文化に向いているんだけども、日本の文化も大切にしようと、日本の文化も大切にしようという精神はすごくあるわけですけど、それ以上にやっぱり外国の文化に憧れている感じの人たちですね。これはアメリカとか西洋だけじゃなくて中国とかその辺にも向けられてますね。中国のそのポエムとかですね、そういうことをマスターしてやろうとか、そして日本の俳句とか、そういう日本の古来のその能とか、そういう芸術ね、歌舞伎とかの芸術とかも非常にそれを高く置いてますね。そんな感じでそれをそのエンジョイしてやろうという感じがですね、もうとってもその日本のインテレクチュアル の表れだと思います。でそんな感じでこの野脇というのはそんなに内容があるわけではないですけど、そういうある日本人のインテレクチュアル の感じの人たちの姿をよく描いたものだと思います。